モンカルムは、フランス海軍のラガリソニエール休憩巡洋艦の一隻。艦名は、フランス陸軍の軍人ルイ・ジョゼフ・ド・モンカルムにちなむ。1952年に取られたモンカルム。右側の重巡洋艦はデモイン。FC デラ・メイディ・テロネシャ・ラ・セーヌ像戦手にて1933年11月15日に、寄港。1935年10月26日、浸水。 1937年11月に、竣工した。収益後は、ブレストの第4巡洋艦船隊に所属した。その後、フランス領インドシナに派遣されて、サイゴン方面の紹介任務に就いた。1938年1月より、フランス大西洋艦隊に所属した。第2次世界大戦時には、 大西洋での戦団護衛やドイツ海軍のシャルンホルスト特内ゼナウに備えての紹介任務に従事した。フランスの降伏後の1940年4月にはメルセルケビル港に移動し、現地でビシー政権に属し、フランス領北アフリカのアルジェ港に泊まった。連合軍のメルセルケビル海戦以降は北アフリカよりトゥーロンに移動した。 ビシー政権は1940年9月9日に植民地の支配維持のため本館の姉妹艦ジョルジュレグ、グロアールと大型駆逐艦ルマラン、ルファンタスク、ローダ州を通論から出撃させた。この艦隊は9月11日に妨害を受けることなくジブラルタル海峡を通過し、9月12日にカサブランカに到着した。9月18日、3隻のフランス巡洋艦は、 ダカールを出港し、ガボンへ向かったが、オーストラリア海軍の従順洋艦オーストラリアと、イギリス海軍の従順洋艦カンバーランドに、発見されリーブルビル沖で追跡してきた2隻と、戦闘になり、モンカルムも、オーストラリアを退けたが、機関の故障で領艦より離れてしまった。グロワールがオーストラリアに捕捉され、カサブランカに送られた。モンカルムとジョルジュレーグは、ダカールへと帰還した。 1943年の統治作戦により来たアフリカ行政の最高責任者であったダルラン大将は連合軍への停戦を受諾したことによりモンカルムは連合軍側に所属することとなった。4月より自由フランス海軍の官邸として最終駅してダカールを母校にして大西洋方面の紹介任務に就いた。アメリカのフィラデルフィアで2月から8月にかけて近代化改装を受け、 環境の背後に四つ足型のマストを新設して各種レーダーの装備と対空機関砲の更新が行われた。その後1944年1月までダカール沖から南大西洋で任務に就いた。モンカルムはその後ラセーヌ造船所で1946年1月まで整備に入った。インド市の戦争時には艦砲射撃につき1957年に チュニジアで予備役になり、ハルクとなった。1959年に除籍後、1969年に廃棄船9457に大別されて1970年に解体処分となった。ありがとうございます。